こう書いとけばいいかな。事実なんだけどね、これ。裏には CIA がおるということね。フリーメイソンの CIA がやっているということで、まあその人口削減のことも書いとこうかな。そう、これでいいよ。これ書いとけば、まあテレビとかあの闇の政府を倒そうという気はちょっと湧くんじゃない。逃げてもいいんだよ。逃げるというのが大切なんだけどね。もう会社に行かないとか仕事に行かないとか、まあ、それがいいんだよ。自分で探せないんだったらそれでいいし、動けないんだったらそれでいい。会社に行かなければいい。それだけ、みんなのお金なんだからね。それだけやね。まあこれ書いておくね。エスプタインドのこととかね。日本はその、情報が70%カットされてるんだよね。だから、まあ分からないのが普通なんだけど、分からないとちょっとこれね、やられてしまうんだね。はっきり言うと。こう書いておけばいいね。これが一番いいんでしょ。カルト宗教が政党活動とかするのも違反なんだよね、本当は。いや、それは何十年もやってきたこと自体がもう違反だということで、まあそれから政治家はいらないんだよね。与党と野党も日本人じゃないし、 CIA とかなんだよね。あの自民党は CIA が作った、 CIA は作ったものであってあるけども、与党と野党とかはお飾りなもんで、台本を書いてるだけなんだよね、台本。で、台本を読んでたの国会なんだよね。必要ないんだよね、もともとが。日本人じゃないんだから、日本人をただ、羊以下のように扱ってきたの。まあ、トルマン計画そのもの。ね、メドベッドはあるんだよね。あるけど、私はよくあるね。陰謀論とか言うけど、ヒーリングの方は一部の地域であるよ。自分で虫眼鏡で探しなさいということでね、探さないから陰謀論って付け加えるのが日本の悪い癖なんだよね。日本人の悪い癖。学校は日教組だから、やっぱりそう、どうしてもそう日教組だったわけだから、なかなか抜けきらんのよね、これ自体がね。で、まあ、他にも書いとこうかな。義務教育は、日教組であり宗教団体だったということで、これでいいね。書いとけばいいやろ。してたの2016年ぐらいからしてたんだけども、まあみんなが気づかないからね、どうしようもない。で、気づいた時に文句を口で言うんじゃなくて、実際動かなきゃいけないんで、大衆が気づいた時はね。大衆が気づかないからずっとこれやらなきゃいけないね。夜中、朝も昼もやってたでしょ、そういうこと。それで毎日仕事行ったら消えちゃうよって言ってたんだよね。みんな自分の、教祭どうにかなればなるだろうっていう、教祭生きてればなんとかと考えてるけど、それは違うんだよね。あいつら倒さなかったら、それは明日がなくなっていくんで、どんどん明日がなくなっていくの。緊縮財政やってる時点で明日がなくなってるんだよね。1989年か。だけど1970年代もね、町工場とか見てるとね、 YouTube とかでどう見ても内職だよね、内職。ソフトバンクは韓国企業だね。ここも書いておこうかな。